な花嫁で嬉しい限りです。これからも仲のいい夫婦でいましょう。よろしくお願いします。お願いします。とにかく今日は楽しんで感謝の伝わる披露宴にしましょう。そうやね、よろしくお願いします。素敵素敵、お母さんも素敵よ。結婚おめでとう。こっちもちょっと泣きそうになっちゃったよ。なんか結婚っていいなって改めて思いました。お幸せに。ゆうこちゃん本当おめでとう。末永くお幸せにね。はい、知人のブラッド・ピットです。この度はおめでとうございます。これからもファミリーとして末永く仲良くしてください。よろしくお願いします。しかし今日は違います。大谷選手よりもきっと僕たちのことが気になっているであろう皆様に愛情たっぷりの祝福をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。今日という日は変わらないです、絶対。だから何かあったら今日という日を。おめでとうございます。出会ってから何十年も過ぎましたが、いつも素敵なスーちゃん、今日はとっても綺麗です。本当におめでとう。また遊んでね。また遊んでね。すごい綺麗だったよ。またね。これからも末永くお幸せに。お二人の幸せを願っておりますので、ぜひまた飲み会誘っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。乾杯。
私は恥ずかしくなり、あまり話せないかもしれませんが、その時は優しくリードしてください。人生のほとんどを彼女の友人として生きてきたわけなんですけれども、ユーフィーがいたから、悪いことを悪いと教えてくれたから、今の私があるんだと思います。こんな大きい会場だったら先言っといてください。おめでとうございます。そんな私がひろしさんと出会い、昨年3月5日に入籍をして、今日花嫁として手紙を読む日が来るとは。お母さん、本当に人生いろいろありますね。今本当に幸せです。これからもずっと幸せです。本日は本当にありがとうございました。でも本当あっという間、あっという間でした。本当あっという間だった。でも、まあ、今日もまた不覚にも泣くと思わんかったけど、まあまあ本当素敵な式でよかったね。そうだね、あの来てくれた人がみんな笑顔で楽しんでくれたかなと思うと、それが一番だったのでよかったです。よかったです。と部長には言われたけど、今日の日を胸にね、これからも笑顔と感謝を忘れずに一緒にやっていきましょう。はい。